よし。あ、どうもこんにちは、レッツです。これこの間アマゾンさんで買ったんですけど、めちゃめちゃこれ陽気じゃない？ということで、改めまして、どうもこんにちは、レッツです。ということで、本日はですね、先ほどこちらのリュック。これね、ちょっと前にアマゾンさんで買ってたんですけど、やっとね、使い始める時が来ました。まあ、今日はそれは関係ないんですけど、今月も5月度に買ってよかった、ベスト5ではなく、ベスト3を3ジャンルでやっていこうと思います！私といえば、普段雑誌付録、そして島村、そしてサンリオの購入商品を結構紹介させていただいてるんですけど、今日はね、その中でも、買ってよかったもの、各ジャンルで、ベスト3を、ベスト3を発表していこうと思いまーす。ということで、まず最初にやっていくのは、雑誌付録。ってことで、早速雑誌付録やっていこう。ということで、まず雑誌付録の第3位。第3位は、こちら、ディディディーン。こちら野良猫軍団の PVC バッグでございまーす。まあね、きっともう野良猫軍団の付録があった時点でもう皆様ならきっとちょっと予感してたんじゃないかなって思います。ただね、その予感ちゃんと裏切っておりません。まあ、今年ってさ、やっぱりちょっと夏になってもうちょっと海とかも行けそうにもないし、まあ、普段から海は行かないんですけど、あんまりね、外に出ることもなくちょっと夏を感じる時もあんまないじゃないですか。そういう時ってやっぱね、こういう雑誌付録とかで季節感じさせてくれるし、この PVC バッグにタオルとかね、いろいろ収納にも使えるんだけど、俺は実はこれ収納とか持ち歩きには使っておりません。だってこれめっちゃ可愛いじゃん。2位はね、こちら。このね、ジェラートピケのシリコンボトルでございまーす。まあ、これね、この間の紹介の時も言ったんだけど、結構さ、そんなにシリコンボトルっていいの？どうなの？って思う人結構多いと思うんですよ。で、やっぱりね、去年の付録のこともあって、ステンレスボトルの方がみんな結構馴染みが深いっていうか、もう持ってる方もね、多いと思うんですけど、これ、なんで今回このあえてシリコンボトルが2位なのかというと、まあ、もちろん、この見た目ね、ほら、見た目もおしゃれだし、可愛いなって思うし、まあ、実際に飲み物入れた時に安定性とかもいいんですよ。ね、蓋閉めただけでもほら、こんな感じで安定性いいし。ただ、やっぱりね、ステンレスボトルって飲み終わった後、結構、中身入ってないのに場所取るなって思っちゃうことありません？今回はね、こちらのシリコンボトルは解決してくれまーす。何よりもやっぱり飲み終わった後、この飲み口のとこだけ開けて、もうここ開けなくていいんだよ。この飲み口のとこだけ開けたらいいから、ここ開けてさ、こうやってね、そこをくる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 していって、で、このくるくるが終わった後に、ここ閉めるじゃん。飲み口。そしたらほら、もう空気入らないし、ここからこのね、あんこうの紐で止めれば、ほら、もうね、飲み終わった後はこれよ、これ。めちゃめちゃ楽じゃない？しかもね、こっちのジェラートピケの方は、色もサイズ的にも、本当にあんまり目立たないから、俺的には良き。なので、今回こちら2位でございました。そして、雑誌付録の第1位。1位はね、もう本当に、この時期、この時代、この季節、めちゃめちゃ役立ってくれました。こちら、ドゥルルルー！ムーミンのレジカード保冷バッグでございまーす！いや、まずさ、そもそももうこの見た目が可愛いんだけど、何よりもね、これ機能がやっぱりすごく良かった。まあ、これ本当に発売前から結構欲しいなって思ってて、夏になるとさ、エコバッグ持っていくか保冷バッグ持っていくかレジカゴバッグ持っていくか結構悩むじゃないですか。で、俺は結構ね、買い出しする時とかって何買おうかなってはっきり、まあ、5割6割ぐらいしか決まってないから、実際決めてたものを買いつつ目に入っちゃったら、これは欲しいなって買っちゃうんだよね。で、そうなるとやっぱり荷物もだんだん増えてくるし、予定してたものが入るちょっと保冷バッグ入りきらなくなっちゃうんですよ。普通に、あ、これも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 よし、レジ払った、入れようと思った瞬間って俺ね、よくあるんですよね。なので、これだけ大きくて、しかも保冷機能がついてて可愛いし持ちやすいしで、もうこれはもう大活躍でございました。はい、ということで、お次はみんなの大好きサンリオ部門でございます。で、サンリオ部門はね、やっぱり可愛いものいっぱいじゃないですか。もう可愛いものいっぱいばかりで、どれにしようかなって結構悩んじゃったんだけど、やっぱりね、やつを入れないとダメでしょ。そう、緑のハンギョドン。ただ今回は買ってよかったものなので、まず第3位。ディルルルルー、こちら、ポムポムプリンくんコラボのハンギョドントートバッグ。で、このトートバッグね、アベールさんで買ったんだけど、もうね、これプリンくんとコラボしてるし、何よりもね、デザインがすごく気に入って、こちら買いました。このハンギョドンがいてさ、プリンくんがまさかのプリンじゃなくてドーナツっていうところもいいよね。いや、こういうドーナツとかさ、ミストさんとかでコラボ出たら速攻買っちゃうよね。ハンギョドンのドーナツも出ないかな。緑のドーナツか。欲しいね。で、このトートバッグは大きさも使いやすいし、結構ね、硬さとかも使いやすいので、個人的にはね、今よく使う YouTube 用のポーチとか入れてまーす。あとはね、これから YouTube で使おうかなっていうものとかも入れてまーす。なんか今ちょうど入ってるんだよね。何が入ってるんだろう。
綿棒入ってました。そうだ、クッキー作ろうと思ったんだ。はい、綿棒でーす。またクッキング動画もね、機会があったらやろうと思います。そしてお次が第2位。2位がね、こちらの中に入れているこちら。見てこれ、めっちゃ可愛くない？もう可愛すぎるよね。これクロミちゃんとこのバクくんのセット。今ちょっと息が切れそうになったけど、でもね、とにかくこれもう可愛すぎる。めっちゃ可愛くない？やっぱり可愛すぎるよね。みんな可愛いって言って。可愛いでしょこれ。で、このポーチはね、島村さんで買ったんですけど、最近ね、そんなに移動とかすることもないので、大きさほんとちょうどいいし、厚みもね、結構あるから、いろんなもの入るんですよ。だからほんと使いやすいし、持ち運びもしやすいし、お家の中でもまた外出れるなんて、もうめちゃめちゃ役立ってくれると思いまーす。ちなみに平置きでボディシートもしっかり入ります。これはマジで良きよ。ハンギョドンの柄もこれ出てほしいよね。そしてお次はサンリオの第1位 !1 位はね、あそこにいるのよ、あそこに。ということで、1位の方入場。アスアス1位ゲットだぜ。ということで、今回のサンリオ部門の1位はこちらのポチャッコでございます。イエーイ。いや、もうさ、これ見てもらったらわかると思うんだけど、とにかく可愛いのよこれ。これティッシュケースなんですけど、ティッシュケースに見えんくない？もうこの耳の動きとかマジヤバすぎ。だってね、この可愛さにプラスして、ここからティッシュ出てくるからね、すごくない？これ可愛いのに機能的で、マジで激アツ。もうね、これ理由なんかございません。もうただ単に可愛いから第1位。マジでこれポチャッコの可愛さを最大限に引き出してます。もう良すぎて噛みまくり。最近登場頻度が少なくないか。ってことで最後はわしがやっていこう。ということで、島村のランキング買ってよかったベスト3やっていくぞ。はい、ということで、島村の第3位はそう、今くまモンが身につけてるこちら、デュルルルルー、こちらの健康サンダルでございます。結構これ色合い取れてない？ってことで、クマモンはちょっとこっちに来てもらって、このね、健康サンダル、多分みんなね、記憶に新しいと思うんですけど、これね、300円だったんですよ。300円のサンダルって、結構見た目はいいけど、耐久性どうなのかなとか思うじゃん。で、普通に結構室内でしかまだ履いてないんですけど、突起物がいっぱいついてるから、ちょっと健康的にもいいんじゃないかなと思って、パソコン作業するときとか、ちょっと室内でね、動いたりするときとか、これ履いてちょっと使ってみてるんですけど、全然痛まないし、これね、もっと痛いのかなと思ったら、全然痛くなくて、すごい健康的になった気がするんですよ。何をね話してるのかちょっとよくわからなくなってきたけど、とにかくね、これ300円でこのクオリティマジですごいと思います。またね、外に行けるようになったらこれ外に持って出て夏過ごしてみようと思います。いや、これ他の色もちょっと欲しくなってくるよね。お次の2位がこちら、デデーン、こちらのシーズンリーズンのこちらバッグでございます。このバッグね、ストライプのものとかも売ってたんですけど、今回ちょっとブラック買って、これはね、ちょっと色も含めて2位かなって思いました。やっぱり服装も結構選ばなくていいし、物も大容量で入るし、持ちでもね、結構長めで、これ丸になってるからすごいストレスフリーなんですよ。だから気軽にもね、持っていけるし、荷物多くても OK だし、ちょっと疲れたらこうやって肩にかけてもめちゃめちゃ楽なのが本当に良かったです。まあ、確かに冬とかはおかしいけど、それ以外の季節だったら結構全般的に使えそうだなっていうところも良きでございます。まあ、シンプルイズベストっていう言葉があるなら、まさにもうこのバッグのためにあるんじゃないって感じ。そして堂々の島村さんの今回の第1位はこちら、てことで、今回の1位はこちらのミッフィーちゃんのヘアアイロンポーチでございまーす。いや、マジこれはもうみんなわかるでしょ。これ見ただけでわからない。もうここに置いてわからない。見てこれ、もうどこに置いても、もう本当にこの辺とか置いても、いや、マジでどこに置いてもね、本当にインテリアになるんですよ。結構ね、俺ヘアアイロンマニアで、もうアイロン、アイロン、ヘアアイロンもヘアアイロンも結構使ってるし、結構何本も持ってるんですよ。でもヘアアイロンにはもうこだわり抜いて、こだわり抜いてこだわりまくってるんですけど、やっぱりね、ヘアアイロンって一番の悩みって、まあもちろん機能性はあるとしても、結構さ、コードが結構長めのものが多くて、しまうのにね、結構大変じゃないですか。で、コードが見えちゃったら結構ごちゃごちゃごちゃってなってて、散らかったようにも見えちゃうし、かといっていつもコードレスを使うわけじゃないじゃないですか。ってなるとね、やっぱりおしゃれなポーチってすごく大事なんですよ。で、今ちなみにこの中に入れてるヘアアイロンが、結構ね、これ Amazon さんで価格安めで、もう星5中星4ぐらいなんですよ。もう軽いし、結構伸びるしって感じでございます。まあ、これがね、ほら、
いくら束ねてても、このね、コードが見えちゃうと結構バラ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 って感じするじゃん。もしこれがさ、2本とかさ、家族の分並んでたらさ、結構散らかったように見えちゃうの。でも、こういうケースに入れてさ、しまっちゃえば、ほら、スタイリッシュにもなるし、柄とかもね、落ち着いてるから、家族でね、何個か並べてても、普通に綺麗に収納できるんですよね。で、俺はね、一人暮らしなんですけど、何個かあるので、これ何個かに入れて大活躍しております。まあ他のはね、ちょっと柄が違ったり、買ったところも違ったりするんですけど、でもね、本当に比べてもわかるんだけど、ほら見て、こっちね、結構長めのものも対応してるケースなんだけど、これよりも、ほら、今回のミッフィーちゃんの方がちょっと長いんだよね。だからね、スーパーロングでも対応してくれるっていうところは良き。あと何よりもね、ケースってやっぱりちゃんとね、温度とか耐熱になってるから、ここがいいとこだよね。やけどとかにはみんな気をつけましょう。ということでいかがだったでしょうか。今回は5月度に買ってよかったベスト3でございました。まあ、いつもはね、買ってよかったベスト5結構ごちゃごちゃにやっちゃうんですけど、今回はジャンルごとにベスト3をやってみました。ぜひね、みんなの買ってよかったベスト3もジャンルごとに教えてくれたら嬉しいなと思います。コメント欄にて待ってるよ。こちらの買ってよかった動画が良いと思ってくれた方、高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。いやマジでね、いいものが多すぎてどれをベスト3にするか結構悩んじゃうよね。いいものに囲まれる生活って結構幸せですけど、だからみんなのベスト3も本当に気になります。それではまた皆様お会いいたしましょう。バイバイ。